はい、エボジャパン2日目やってまいりました。1日目もね、自分は朝10時からプールが開始ということでね、7時起き、6時起きぐらいだったんですけど、2日目も10時ということで、ちょっとまあ普段が生活リズム結構いいんで、そこは不備なくやれると思うんですが、ちょっと2連続ね、一番早いプールということで、まあ体を起こすところから始めていこうかなと思います。まああと一応ね、8回勝ったら、トップ6らしいんで、それいけたらなと思っております。頑張ります。Thank you.
っしゃメダルハンマーありがとうございます。見てみましょう、試合の方見てみましょう、はい、さあカーノマンスルも距離を取ってサンドブラスト、しかしラムドーと受け打って中足というところにジャストパリーをうまく合わせていったカワナ、そしてリバーサル、素晴らしいですね。前ジャンプで画面端からの脱出は成功しましたが、ここでラッシュからの後ろ投げ、サンドブラストからうまく追撃、ジャックパンチ先端からのサンドブラストでパニスカウンターからコンボをつなげるという、そして最後はシミ、完璧でした。さあ2ラウンド目、ここではカワの弾が減りましたね。あ、ここ表記変わりましたね、はい、はい、あとこれBRZ ってチームチームですね、はい、はい、さあ川野バーンと手前ですが前に行く、そして中キックタイクバーンとを確認して、ハムードはインパクト、そして抑制、前に下げて、おお、わあ、一旦体育をやり過ごしましたが、はい、やはりバーンアウトのことで選択肢は取れなかった。あ、すみません、ドバイだ、ドバイですね。そこで瞬時使いハムード、この画面端に追いやったペイルライダー、ドライブゲージを回復してと、そして置き攻め付きです、はい、あとはハムードもね、 SG じゃ持ってますんで十分逆転からいい立ち上がり、さあ様子見の選択肢に対して打撃を刺したハムード、ここでもそうだろうか、そうですね、一応やっぱドライブゲージがかなり厳しかったんで、もうこれ回復したいということでしょう。さあ前に歩いていきます、ハザン投げから一旦両者距離を取ります、先にドライブゲージ、またそのハムードでしたが、
前に詰めてきたところに的確にシャミ中パンチ。いや今ジャスパズ気候圏に対してちゃんと歩きちゃって、も心理状況もしっかりと汲み取ってましたね。さあ1セット目を勝利した川野、2セット目ではコムドアグレッシブに来たんですが、ちょっとここは繋がりきらず。さあ当たった、正解。連勝まで入れて落下中足も警戒、警戒しますね。さあここでパーリーに対してチュンリーの歩きの速さから投げを確定。ここもいやー気候圏追いかけ本当に許さないですね。おっと後ろ投げ、これは大きい中段を落とした、うまく横も中段出したんですけれども、川野暴れていました。イレーザー締めに切り替えます。ゲージ回したいということでしょうね。さあギリギリ飛び道具だけは届く、そんな距離でハムード追い詰めている。川野さあここでうまく当てたハムード、しかもこれ CA 状態なんでもうリサルか、これは崩しました。リスがなければ炸裂から安定のスーパーキャンセル、クリティカルアート内容的な一進一退、はい、飛行圏追いかけに対してはやっぱり川野がかなりうまくジャストパリ、これですね、もう非常に高い精度でやっている。ただやはりこう立ち回り打撃戦でいくとチュンリーの歩きの長さと、まあ、リーチの長さ、これがまあ効いた2試合目になりました。シューキックから画面端です、フラッシュナックル後うまく前ジャンプで柔道は回避、釣りに行く中継タイプ、逆タクもガード、しかし川野は投げます。わーっとこれはなんだって、逃げるたまらないから、いや逃げるたまらないから、さあこれはハブードチャンスを生かしてきた。おそらく今構え中段補正切りで逃げるためにいった感じでしょうかね、はあ、ただギリギリたまらずそれでも倒しきった。追突ハムードあと1ラウンドで勝利、マッチポイントです。ラッシュサップ、ここで初めてずらす選択肢を取ってきている川野、大事なバーから投げ重ねは大きいテンション切り返しました。ハムード駆け引き、ハムードかなり勝ってますかね、後半戦下段、おっと下段で崩したぞ。さあこれで指導によっては3ゲージなのでハムード決めきれるか、入れ替え、いやかなり苦しいな、カーはバーンアウト中の、おめでる、ここで暴れた、バーンしてるか、さあ両者バーンアウトですが、プラスタック、カーはこれゲージ温度プラスか、垂直中の中段、中段、そして装填だけ強ハムード、カーはの下したいいですか。
とうございました。ありがとうございI'm going to go to the hospital.
はい、というわけでオジャパン2日目ラウンド4かな、ラウンド4で、無念ながら敗退という形になってしまいました。まあ誰が優勝するかというのはね、今すごい気になってるというか、やっぱ調整、軽く調整入ってから初めての大会なんで、結構誰が優勝するかっていうのはかなり見ものだなと思いながら、ちょっとワクワクしながら自分もね、まあ、見ていきたいなと思っております。応援してくれた方々ありがとうございました。